ーケットがお送りするゴージャス動画イエーイということで、私 MC のゴージャスでーす。アシスタントこっちから、はい、河野まりかでーす。まりかちゃんそして仮面女子の神谷えりなです。えりなちゃん、さあ、こんな感じで、はい、2016年、はい、始まりまして、あ、ちょっと皆さんにちょっと謝んないといけないことがあるかもしれない。お正月とか出してた動画は12月に撮ったものでした。はい、今日からね、撮ったやつが本当の2016年の動画なんですね。やったー。知らなかったでしょ。本当にお正月撮ったと思ったでしょ。ということで私あの新年初めて、はい、というか、あの今までお会いしたことなかったんですよ、うん、えりなちゃんと。そうなんです、だから新年初めの動画でこうやってお会いできてすごい光栄です。すごい。で、ずっとお胸のことをずっとなんかすごいすごい、なんでそれ言うんですか。それ言わなくていいでしょ。触ってみていいですかとか言ってなんか違うんです。えりなちゃんが、そうね、あの、そういう話をしてたら、いいよって言うから、じゃあってこと。でも触り方がすごく、謙虚で、触れるか触れないかぐらいの触り方だったから。フェザータッチってやつね。もうちょっとがっつり、こう、ガッて、後で。ガッてとしかったよね。じゃあ、後で。ほら、あれ、それも動画で押さえたいと。ねえ。エリナちゃんって呼んでいいんですか。はい。じゃあ、エリナちゃんって。マリンカちゃん。マリンカちゃん。マリンカちゃん。マリンカだね。マリンカ。よろしくお願いします。電話番号交換しなさい。はい。クラゲーおーい。はい。ということで今日はね、このメンバーでお送りする感じですけどもね、今日はもう皆さん見て分かる通りね、こんな感じなんでね、みんなでホットヨガをやっていきたいと思いますね。待ってたんです私。ホットヨガ。じゃあまずは鶴のポーズ。鶴？こういう、こうかな。ね、じゃあ次はお猿さん。猿年だからね。違うでしょ。え、ヨガをやるんじゃないよ。違うのこれ、宇宙に浮いたヨガじゃないのこれ。不安定なんだよ、あの土台が。土台もここも不安定なんだけどね。じゃあ一今日は何やんだ一体。はい、今回はですね、2016年、ゴージャス動画について個々の目標を書き初めしてもらいます。書き初め。ちょっと待ってください、書き初めって遅くね。1月2日にやるようなやつするとか。だって別に年始めにやったらいいんじゃない。別に目標だから。あ、本当に。うん、まあいっか。うん、夏見る人もいるかもしれないからね。そうだね。動画だから。まあいっか。うん、じゃあやろう。じゃあ1年のなんですか、目標。そう、個々の目標。そう、あのゴージャス動画における目標。え、急に。こういうのはね、1週間前とかに言ってもらわないと本当は困るんだけどね。うん、芸人さんなんだから対応しなさいよ。ちょ、大喜利みたいなもんですよこれ。いやいやいや、真面目に書いていいんですよ。真面目にね。全然真面目に。うん、ゴージャス動画ね。ゴージャス動画ないのね。よしよし、じゃあ書き始めるけど、どうする、誰から行く。誰から行く。はいはいはい。よし、エリナちゃん得意って言ってましたもんね。数字は得意です。だって9持ってますもん。すごい。本当に何段みたいなやつ。何段持ってる。何段みたいなやつ。結構行きましたけど、ちょっとあの記憶がちょっとあんまり2016年だったから。いや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 、大したことないじゃんこれ。でも結構習字も私6年ぐらい習ってましたもん。本当に習字は。自分でハードル上げてるよこれ。嘘、あの習ってない6年も。いやいやいや、急にどうした。今下げた。急に。じゃあとりあえず、じゃあエリナちゃんから行きます。行きましょうか。さあ今日はですね、数カメ体制ですからね。はいはい。プロの所業。やばい。緊張しますねこれね。うん。僕どんどん書いちゃっていいんですか。そうですね。あの用意された筆がガッチガチだったので、本当のエリナちゃんの実力じゃないものが出てしまうかもしれないけどね。100分の1になってるから。100分の 1？ すげえな。もう行く。じゃちょっと。ね？大丈夫。ゴージャス動画の目標。そうだね。持ち方それでいいの？すごいな。何やばい。持ち方やばい人のこの筆の持ち方。いやいや、プロはきっとこうやって持つ。二度巻きだ。いや、さらっと二度巻き。すごいし、なんて書いてんの？あ、
あ、すごい。なんて書いてんだろう。神、神っていう字です。おお、書き順やばかったでしょ、今。今書き順やばくなかった。おお、富の次は、うん、すごいね、達筆だね。おお、あー、まさか味がある、うん、味があるね。さあ大丈夫、4文字入んのかこれ。大丈夫、そういうのも計算しないとね。うん、確かに、そこ4文字。おお、書き順やべ、書き順やべえだろ。書き順やべえ。何言ってるんですか。書き順なんでね、心でカバーできるんですよ。そういう心があればね。入る、入るかな。おお、おお、おお、あー、なんかね、うん、ほら、おお、もう終わりますよ。すーげー、おお、おーし、おー、できたー。名前、音筆で、いや、名前のスペースもねえな、おい。こんな細くていいんですか。うん、めっちゃ細いですよ。エリナでいいよ、エリナで。いや、すっげえだぞ。びっくりするぐらいの。やばい、間違えたか、その場所。また、いやいやいや、B、そこかい。おかしい。なんでこれ、筆がある、筆がある。OK OK。 書き順とかじゃなくて、やっぱり心で。じゃーん、はい、海、外、心、質ってことでね。はい、海岸進出でーす。すごい、これがリハで書いたボケをなんかそのまま出したような感じの最後ね、尻すぼみの感じの、うん、で、絶対ジャスクを隠すっていう ね、おい、俺を隠すんだよ、これ海岸進出。これやっぱり一回が一回ですからね。はい、いやー、そんな感じで海岸進出、ね、エナちゃん、いいじゃないですか。よし、じゃあその夢、目標、うんうん、やりましょう。おー、やったー。やったのね。まあね、言う分にはただだから。よし、次マリカ、はい、行こう、はい、マリカ行こう、よし、よいしょ。クラゲを絶対に炭に落とさないでくださいって言われたから、ね、落としません、はい、業者が作ってるからね。私は落ちても、こらこらこら、ね、さあ、はい、マリカ大丈夫、あの一回さ、はい、半紙折るとかして、その折る、4文字がちゃんと綺麗に入るように折ったりとかもしてもいいからね。なんで、え、なんで私の時言ってくれなかったの。いや、そんなバカだと思わなかった。そういうアドバイスなかったじゃん。バカな書き方すると思わなかったのね。まあでも、うまく配分できるよね。できる、はい、頑張ります。海外の上の部分空いちゃったの、モアイのせいなんですよ。だからね、言ったんだ、俺はね、文鎮ないんだって言ってね。いや、文鎮うちあるよ、なんで言わないんだって。ちゃんとずらして書いてるんですよ、モアイ。いいよ。あれ、ちょっと上手いんじゃないこれ。嘘だ、あんなつかなかった炭。あれ、馴染んできちゃったんじゃないこれ。時間が経つにつれて。あれ、しかも、うん、カタカナ、く、お、なに、え、上手。おお、もっとかすれてたよ、私。あれ、ちょっと上手いじゃないこれ。くる、車、なんで車、車売るなら、くる、いや、車売るならまた違う会社でしょ。あ、違うか。くる、くる、お、来る、募集、お、お、ん、来る、ほう、来る、30、うん、ほう、お、うん、まん、あれ、うまいじゃないのこれ。あとちょっと、お、うん、おー、クルー30万人、名前、はい、名前、名前入れて、名前入れなきゃ、うん、よいしょ、マリンカね、オッケーです、うん、気をつけて、気をつけて、はい、結構上の方に書くのね。じゃあ下の方に書きます、うん、そうだね、うん、ごめんな、うん、左ちゃんと開けてるから、うん、そうだ、やっぱね、計画的にやっぱやったんだろうね、ね、計画的に、うんうん、誰かさんと違ってやっぱりちゃんとしっかりちゃんと話しなさいよ。ボソボソ言ってるから何も聞こえない、ね、何も聞こえない、そういうの悪口言ってる。ちゃんと人に向かって言わないときは、ね、できました。おー、はい、読んで、クルー30万人。おー、
うん、ゴージャス動画の、あの、ゴージャスさんが、うん、海賊だということで、うん、クルーと、視聴者の皆さんのことを呼んで、うん、クルー30万人突破したいということでございます。チャンネル登録者数だね、うん、クルー、そうだね、はい、そうです、そうです、うん、ユーザーさんは1000人、うん、つまりクルーってことだね。そうだね、そうです、うん、それにかけてみたんですけど、ゴージャスさん何かいい言葉あったら作ってください、はい、ぜひクルー、視聴者の皆さん、登録者の皆さんの、うん、おー、なるほど、そうだね、はい、クルーでいいんじゃない、クルー、え、クルーでいいんですかね、呼びやすいし、そうだね、クルーにしよう、うん、こんな簡単に決まっていいのかなクルー、じゃあ、はい、クルーの皆さん、今後ともよろしくお願いします、はい、あの、すごいガチなこと言っていい？はい、本当に足しびれちゃったんだけど、おせ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 、あの、今はこれ第一段階だから、うん、第一段階は感じないの、おこの次よ、この次に、この次、うん、今キョレーンってくるやつが来るから、うん、ちょっと来たら教えてください、第二段階今来てるいけーいけー、ほんとにやばい、ほんとにクラゲでやるじゃん、ほんとによし今治ってきたところだからよし、行きましょう、はーい、さあなんて書くんだろう、やっぱり大鳥だから、うん、それなりにね、やっぱり海外進出、クルー30万人来たらね、すごいこと書いてくれますよ、だよね、エリナちゃんの書き順のこともね、言うくらいですから、そうそうそう、漢字も完璧なんですよ、きっと、うん、書き順見てなきゃね、でも書き順わからない正解知らないでしょ、あ、え、なんだろう、わ、うん、かんない、最初からわかんない、お、え、お、お、おぉ、嘘を書き順立てからだよ、違う、これね、これに関してはみんな違うと思ってる、木は横から行くでしょ、立てからだよ、立てから、立てじゃないよダメだよ、エリナちゃんもう喋っちゃダメ、君のために言ってるよ、僕は今エリナちゃん流だと立てから、立てから、うん、そうなんだ、はい、ね、あんだけど、結構女の字がちっちゃいよね、バランスあんまり良くない、ね、じゃあ女性を見下してんじゃないの、その発言もその発言もやめなさい、何言ってんだよ、今日、女の子2人も連れてねえ連れて、出演者、出演者、まだ男尊女卑がちょっと色濃く残る方ですね、ちょっと悲しい、悲しいよね、この現代社会において、一緒にやってきたのねえ、誤解を生むだろう、ね、長いことね、ピノキオもやったし、そうですよ、ね、ピノキオ隊長もクリアしたじゃないですか、ピノキオね、愛情足んないだろお前ピノキオだよなんつったのピノキオ、ピノキオピノキオ隊長だってねえよキノピオ隊長だよね、キノピオだよね、キノピオ、うん、ね、どっちがひどい、はい、あ、次何、あん、で安定、ほら今横棒かすれたから、うん、それがあんまり良くない、減点、減点対象、減点とかあるんだ、あ、ほらパックリした、あーあー、それダメだ、すごい、あー、なぞった、なぞった、塗ってる、もう二度書きどころじゃない、うん、あなたもやってましたよ、塗り絵じゃないんだからさ、いや、あなたもやってたんですよ、私のは二度書きだけど今のは塗り絵安定の安ってそれで合ってんの、はねえ、うん、あ、間違えた、でもさ安心なんだね、わざとでしょそれわざとか、当て字なんじゃない、あ、なんか深い意味がこれからあるんだ、きっとあるんだ、今のうちだよ、2枚目すぐ行くんだったら2枚目行きましょう一番ひどいもう漢字自体が間違っていた一瞬どうこうじゃないよさあ、よし、なかったことにしたよ、なかったことに、私が、ね、2度目の挑戦です、はい、足のしびれもなく、ね、きっと安定と書くでしょうさあ、いやでもやっぱり文字書いてくるんじゃないかな、こうやって書き直したってことは、うん、違う字を書いてくる可能性も、安定ってきたらやっぱり面白くないですもん、だよね、うん、海賊が安定なんてね、
おかしな話ですよ。ねえ。冒険しなきゃ。そうだ。さあ、女はでかく。嘘。書き順違うでしょ。うん、こっちから、くからだよ、くから絶対。うん、くからです。だってくのいちですもん。一番最後だよ。それはあれでしょ。それは。いや。ネイティブはこっちだよ。これは譲らない。くのいち、今マリンガちゃん言ってくれたから。うん、女はくのいちって書くんですよ。いや、基準いちくのですよ。ちょっと正しいのを誰かグーグル先生にコメントで来るよ、コメントで。コメントでコメントでひなの嵐ですよ。いや、これ筆のせいなんだよなあ、筆のせいにした。うん、どう思いますか、おいちゃんさん。スタッフおいちゃんに振ったね、マリンカ。珍しいね。だってモアイ像おいちゃんさんですよね。あー、そうだね。今日ここで活躍して今見つめてるよね、ゴージャスをね。見つめてますから、ゴージャスさんのおいちゃんがね。もう細い目で見てんな。ひどいひどい、そうやって人の身体的なものに触れていく。直せないものはそうやって触れていけないんだよ。マリンカ、その方がもっと傷つけるよ。もうさっきもエリナちゃんの胸と私の胸を比べて、あら、ひどい話だ。あ、それはちょっとダメだね。振られてたんですか。なんで、なんで死んねえ。そうそう、そんなに俺を追い詰めないといけないんだ。やめろ、お互いのファンがすごい数が俺に攻めてくるぞ、やめろ。あ、次なんだろう。この下見てないですね、まだ。当てて当てて、マリンカ、エリナちゃん。安定。何？収入。まさかそんなん。お金より有名な人でしょ、夢。そうですよね、夢を届ける人だから。でしょ、我々は。そうだ。違うよね。夢を。まだわかんない。こっから何が来るかわかんない。まさか。お金にはいかないよ。なんだろう。ここから夢って書くかもしれないですね。安定収務ね。収務。うん。正しい言葉。深い意味があるかもしれないから。うん。床汚した。減点？それ。減点。減点だ。これ減点ですよ。いいんですか？さあ、できました。安定収穫。安定収穫？これはですね。うん、収入とかじゃなく、うん、安定した、うん、ゴージャス動画の、うん、一個一個の動画を、ね、収穫していくんですよ。より良いものとして何をするの。一個の動画を、うん、一つのフルーツとして、うん、熟成したものを、皆さん収穫して皆さんにお届けするという意味を込め、熟した動画を皆さんに、うん、とお届けするという意味での、うん、安定収穫ね。どうしますか、3枚目いきますか。撮ってんのこれ。マイクに当たってたんだよ、ガサガサって。3枚目いきますか。3枚目急ぎでいきましょう。安定収穫にね、ちょっとポカーンとしてたから2人が、うん、それはそうでしょ。それはそうでしょ。安定収入ってなことしてんだろ、こっちは。やはり当ててしまったんだ。やはりそうだったんですね。もうね、当てるの禁止。あ、ごめんなさい、うん、ダメダメダメ、そういうゲームじゃないから。3枚目さあ、私の出番やってもらいましたね。さあ、3度目の挑戦です。挑戦じゃない、3度目の正直。さあ、どうだ、エリナちゃん、マリンカ、もう先読み。あれ、うん、なんだろう、うん、すごい達筆。お、うわ、今までと違う味がある。味がある、勢いもある。うん、
お, 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 お攻略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 わかった、うん、攻略動画なわけないでしょ、ゴージャス動画だよ。あ、なんだなんだ、攻略動画なわけないでしょ、ガなわけガなわけないでしょ。攻略動作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 さあ、できました。発表していただきましょう。2016年ゲームマーケットと、あ、ゴージャス動画としての目標は何？攻略動作動作かい。映すんじゃないよ。映すんじゃない。攻略してるっぽいようなことをします。あ、なるほど、うん、ね、攻略動画ではない。ではない。うん。攻略してるっぽい。あれ、してるっぽいんじゃないの？うん。それを、人呼んで。攻略動作。おい。お前らもう、道連れにしてやるぞ、お前。はい。ということで、はい、2016年の目標、うん、こちらを、3名の方に。あげないよ。あげないよ。もう言うと思ったから今食い気味で突っ込んだけど。まあね。うん。そうですね。これあのスタジオに貼っておきますんで、うん、もう皆さんこの、うん、ね、書き初めしたやつをちゃんと毎回見てもらって、動画にね、そうですね、励んでほしいなと。忘れずに。はい。はい。思います。いきましょう。うん、今日の反省点といたしましては、うん、筆がバキバキだったんですよ。でもね、ジャス君のめっちゃ味があるよ。うん、動いてる感じするもん、動画。うん、こう、跳躍がある。躍動感が。うん、跳躍？えっとね、話すためにバカがバレるからね。ちょっと気をつけた方がいいよ、これ。あ、ね、じゃあ、動いてる。じゃあ、うん、参りましょう。うん、じゃあ終わりは最後、マリンカが席に締めますので。クルーのみんな待ってるよ、バイバーイ。席に締まってね。いい感じ、やる感じ、やる感じ。